お疲れ様です。じゃあ久しぶりにお金でいきましょうか。テーマね、毎日ねお金のことを考えてますね。お金のことを考えてる、うん、まあお金っていうとちょっとねざっくりしすぎてるかもしれませんけども、誰からお金もらおうかなって考えてますね。誰からなんですよ。でお金を払う人って私の能力を必要としてる人なんですよね。だからまさに利害が一致してるんですよ。で私の特技と求めてくださる方のこの合致がなくなった時が、まあ社会から必要とされなくなる時なんですよね、きっと。でも社会っていうと別にねそんなに広いこと考えなくても、まあ、せいぜい数十人ですからね。その人としっかりやっていって一人一人の苦しみとか悩みに耳を傾けていけば、その人がどうなりたいのかってことが分かる。そこに自分の能力がねこうパチッとジグソーパズルにはまれば、それは支払いにつながるってことですよね。もう常に人は何かにお金払ってますからね。あとはねなんかねやっぱこう生きていくのにね自分の維持費ってかかるんですよね。あの健康保険ってあるじゃないですか、社会保険。まあほとんど使わないけど毎月何万も引き落とされていてね、だから年間で100、200万ぐらいですか。毎月15、6万社会保険いるんですよ。まあ私あの扶養もありますんでね、で子供いるんで3人分払うわけですよ、うん、なんかそれはバカにならないなと思うんですよね。国民健康保険の時はねなんか所得も少なかったんで毎月7000円だったような気がするんですけども、なんかいつの間にかあれよあれよという間に膨らんでいくもんですね。結構それ考えたらあなんかまあ、日本人の平均年収とまでいかないんですけども、ね、保険料だけでそんなにかかるわけですよね。でしかもこれ値上げされるわけでしょ、うん、すごいですよね、うん、あとなんかしないけどね電気代がね毎月6万くらいかかるんですよ。なんか値上がりしたなと思うんですけども、なんかこういうのも払ってるとなんか物価にも敏感になりますしね。価格を気にせずは買ってるんですけども、価格を見ながら買ってるんですよね、うん、やっぱこうあキャベツが198円かと思ったら高いなと思うんですよ。128円かと思ったら安いなと思うんですよ。でもまあどっちでも買うんですけども、もう少なくと もう捨てないように使おうかなってところはありますけどね。ほんとなんかこう1円を笑えないなとかね、自分が無駄にした1円10円100円っていうのは、まあ、確実に私がサービスを提供して一生懸命働いて私にお支払いいただいた方のお金ですから、人のお金なんですよね最後まで。これもだからテーマがお金ってところになるんですけども、まあ、例えば私が無駄銭をこう使おうとするじゃないですか。それはお客様が血を注いで払ってくれたお金を無駄にするってことなんで、お客様とのね共有財産、ひいて言えば人類の共有財産を無駄にしたっていう風な意識だったりするんですよね。でね先日ねあの吉川赳っていう国会議員がいるんですけども、なんか40歳でね奥さんがいて娘さんもいるんですよ。で娘さんと同じぐらいの年代の18歳の女の子に4万円渡して高級ホテルでね売春というね、それで報道されてましたけどね。それが雲隠れしてるんですよ。そういうお金の使い方もあるなと、うん、我々から分取ったお金でね、まあ、国を豊かにするんじゃなくて何なんでしょうね奥さんに怒られてんじゃないかなと思うんですけど、このネタ結構引っ張りますから私ね、うん、まあお金ですよね。ガス代もなんか値上がりしてて高いんですよ。節約はねあの使わないものは使わないようにしてるんですけど、水道代もなんか高くてね、すごい値上がりしましたね、あらゆるものが。自分のこの維持費っていうのがね結構かかるな。自分の維持費っていうのはあのなんですかね、乗りもしない車のこともあるんですけども、まあだから毎月毎月ほっといてもまあお金出てきますからね。毎月100万出ていくことはもうなくなりましたけども、5、60万出ていくんで、まあ逆立ちしても5、60万作んないといけないんですね。先月の末とかね、なんか1万円しか売れてなくって、なんだこりゃと思ったんですよ
で慌ててあの FX オリガルヒのリリースをしたんですけども、なんかその受付予定日の前に完売してしまって、結局16件売れたんですよね。16件売れて30万なんで500万ぐらいじゃないですか。2日か3日で500万、1万円が500万になるんですよ。でそれは金額的にはすごくありがたいんですけども、やっぱりこう求めてくださってるんだろうなと、この私の見えてる小さな世界がね、すごく大きく包んでくれてるなと思うんですよ。なんかこう通信簿みたいな感じですよね。通信簿、なんか久保哲郎通信簿5月末ね、481万みたいな感じじゃないですか。まあ一部入金ずれ込んで6月になるんですけども、けどね、このお金って本当できればね稼ぎたくないんですよ、稼ぎたくないんですよ。でもね、維持費がかかりますんでね、生命の維持費が、人生の維持費が。で支払った人にも納得していただけるような使い方や暮らし方をしなくちゃリピートしないなと思ったら、それなりにね、なんか人間磨こうと思うじゃないですか、そういう人たちのためにもね。だから払った税金がそれは未成年の援助交際で使われてたらね、嫌ですよ、でも払ったお金でね一生懸命働いてくださったりとか、それ吉川議員もなんか知らない女の子にお金払うんじゃなくって、家族のために使ってるんだったらどうぞ使ってくださいって気持ちですけどね。まあ吉川議員にはそういう正義感はなかったのかなと、道徳感はね。同じ年代なのにちょっと残念だなと愚痴るところもありますけども、まあテーマはお金ということで、ほっといてもお金はかかるというね、なんかこう日割りにしたらいくらなんでしょうね、ちょっと計算するのも怖いんですけども、はい、あ、吉田さんもすごいですね。毎日やっぱりお金のことを意識してるとお金のことが得意になりますね、やっぱりね。改めて今回、あ、稼ぐの得意なんだなと思いましたね、私はね。しばらくちょっと忘れてた感覚なんですけども、なんかその商売をあんまりやらないような時期もありましたし、やっていけばやっていったでなんかこう慣れるんですよね。プロモーションしたらいくらみたいな感じで当たりがついて本当にそうなるんで、まあちょっとやるかみたいな感じだったんですけども、さすがにね、こうたまにですよ、たまに思ったよりも売れる時もあれば思ったよりも売れない時があって、それがねなんか1万とかだったらね、なんかその生涯初1万みたいな、生涯初じゃない、30代の時はねマイナスばっかりだったんで、なんかちょっと刺激ですね、売れないのも刺激ですね、なんかいい経験させてもらいました、ありがとうございます。じゃあ人には辛抱1万金になるということで。